こんにちは。6月25日火曜日、いばきら TV ステーションのお時間です。本日のこのお時間は須藤たやペアでお送りいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。まずは今日の茨城県のお天気をお伝えします。今日は北部南部ともに曇りで、昼過ぎから夕方は晴れの予報です。降水確率は北部南部ともに 10%、 そして日中の最高気温はこの後水戸では26度、土浦では27度まで上がる見込みとなっています。結構気温上がってきそうですね、この後。そうですね、朝ちょっと寒くなかったですか？確かに少し肌寒かったんですけれども、はい、気温も湿度も高くなっているなという感じがしますね。そうですね、体調管理に。そうですね、急な体温じゃない、気温の変化にね、体調もついていかないのでね、はい、体調管理はいつも通りしっかりとお願いいたします。はい、水分補給もね、しっかりしていただいて、熱中症対策していただけたらと思います。はい、それでは今日も元気にいきましょうか。元気にいきましょう。いばきら TV ステーション、行ってみて。いばきら TV ステーション、この時間のラインナップです。まずは茨城新聞の注目記事をご紹介、朝刊ピックアップ。続いて県内の今がわかる茨城新聞ニュース、いばきらレポートのコーナーや、ドクター太田のワンポイントリハビリテーションもお届けします。そしていばきら愛のコーナー、今日は S キューブエンターテインメントの細内龍馬さんが登場です。今日も内容盛りだくさんでお送りしてまいります。いばきら TV ステーション。まずは朝刊ピックアップからスタートです。須藤さん。はい、朝刊ピックアップです。本日の話題はこちらです。門井監督の新作映画が稲敷で県内初上映の話題です。鉾田市在住の映画監督、門井はじめさんの新作、ナイトピープルが県内で初めて、29日から7月5日まで稲敷市西城のシネマックスパルナ稲敷で上映されることになりました。直木賞作家大阪豪の短編小説をもとに、佐藤恵理子、北村和樹ら実力派俳優が共演するクライムサスペンスで、門井監督はこの機会に地元六甲地域の人たちにぜひ見ていただきたいと話します。ナイトピープルは大阪豪の短編小説都会の野獣を映画化。強奪された2億円をめぐり、謎めいた美女やバーのマスター刑事がスリル満点の心理戦を繰り広げます。門井さんは銃撃戦などアクションシーンが満載なので、大きなスクリーンで楽しんでほしい。佐藤さん、北村さんも大手配給の作品とは違った演技をしており、彼らの新たな魅力にも出会えると新作を PR。 六甲には残念ながら独立感もシネコンもないが、稲敷まで意外と近い、ぜひ地元の人たちに見ていただきたいと話しているということです。以上、朝刊ピックアップでした。茨城新聞ニュースをお伝えします。高齢者の孤独死や障害者、子どもたちに対する虐待を未然に防ごうと、東海村は昨日、村内で個別訪問や配達業務を行う金融機関などと要援護者の見守り活動に関する協定を結びました。協定を結んだのは、常陽銀行、筑波銀行、県信用組合、水戸信用金庫の各東海支店と、ひたちなか東海の5つの郵便局、それに水戸ヤクルト販売、村商工会の合わせて11の団体事業者です。協定は子どもや高齢者、要介護者、障害者のいる世帯に配達などで訪れた際、不審な点に気づいた場合は村に通報する仕組みです。締結式で村上達也村長と協定書を交わしました。お住み慣れた地域で、いつまでも元気に暮らせる町づくりということを進めております。その一環として、こういうことができたということを本当にありがたく思っております。また地域の郵便局として、これからも行政のお手伝いをさせていただけることになると思います。まあ、協力体制でこれからやっていこうということで、もう数年前から取り組んでますので、そういったことにも協力したいとしていきたいと思います。村の介護福祉課によりますと、村内に住む65歳以上の高齢者は4月1日現在8300人余り、
このうち1割が一人暮らしで、病気で倒れたりした際の早期発見と対処が課題となっています。次のニュースです。飛行船をきっかけに環境やエネルギーなどについて考える飛行船エネルギー教室が昨日、土浦市立真鍋小学校で開かれ、ゆったりと飛ぶ無線操縦の飛行船に子どもたちは歓声を上げました。この教室は土浦チェッペリンクラブの協力を得て、ドイツ文学者で日本チェッペリン協会会長の天沼春樹さんを講師に、4年生およそ140人が参加しました。県内の小学校で開かれるのは初めてです。全長 4.5 メートルの大きさに7000リットルのヘリウムガスを詰めた飛行船が飛び立ち、子どもたちの頭上をゆっくりと旋回しました。搭載カメラが子どもたちの姿をスクリーンに映し出すと、子どもたちは大喜びで、すごい、でっかいと歓声を上げました。教室で天沼さんは、チェッペリン白号が土浦に来訪したエピソードなどを交えながら、飛行船が飛ぶ仕組みや歴史を話しました。また、飛行船は水素に次いで軽く、かつ燃えないヘリウムガスで浮かび、飛行機に比べおよそ20分の1のエネルギーで飛行できることから、近い将来、太陽光パネルを備えてエネルギー自立できる乗り物であることなどを解説しました。2003年に始まったこの教室は、これまで全国の小中学校40校で実施されてきました。天沼さんは、ゆったりとした飛行ぶりは一風変わった時間を演出して、子どもたちの興味関心が高い、環境について考えるきっかけになればと話しました。最後のニュースです。放置自転車を有効活用しようと、つくば市は昨日、市内で回収した自転車合わせて64台をアフリカのマラウイ共和国に寄贈しました。マラウイ大使館のローズマリー・カニュカ次席公使がつくば市役所を訪れ、贈呈式が開かれました。マラウイはアフリカ南東部に位置する人口およそ1500万人の小さな国です。つくば市によると、留学生2人を含む合わせて3人のマラウイ出身者が市内に住んでいるといいます。去年夏にマラウイのルーベン・ムグウェンヤ特命全権大使がつくば市を訪れ、現地では物資が不足しているため、再利用できるものを譲り受けたいとつくば市側に要望があり、放置自転車を送ることにしました。市は駅周辺などに6ヶ月以上放置された自転車を回収し、市内の自転車業者に無償で提供しています。業者は再整理して中古品として販売するなど、リサイクルにつなげています。贈呈式で市原健一市長は、東日本大震災と去年の竜巻災害では海外からも支援をいただいた、両国が強い絆で結ばれるように努力していきたいと挨拶しました。カニュカ次席公使は、農業が主要産業のマラウイでは、自転車は農村部での移動手段として大きく役立ち、救急車の代わりに病人の搬送にも使われると説明し、この機会がつくばとマラウイの新しい絆の始まりになる、深く感謝していますと話していました。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。続いてはイバキラレポートです。今月23日日曜日、水戸駅北口の街中ステージで行われました国本武春さんのライブの様子をお届けします。 VTR キラ。厚く御礼を申し上げます。議会を代表しましてご挨拶させていただき、開催をさせていただいております。ぐっと我慢をして最後の曲、ええじゃないか、お手拍子、すごい楽しかったですね。もっとずっと聴いていたくなるような、はい、素敵でした。
ガブガブ全部飲みましょう。元気をもらえることですね。やっぱりこの曲を聴くと元気になれる。結構いけるでしょ。人の心の中にグッと入り込んできますね。さすがプロはものすごい。エベレスト、こりゃいいじゃないか、いいじゃないか、あの子こいこい、いいじゃないか、いいじゃない、おたくこいこい、いいじゃないか、いいじゃないか。初めて見たんですけれども、とても素敵でした。ファンになりました。今2年も出る花も咲く。そうですね、果物の美味しいところね、魚がうまいところで、まあやっぱりその人々がこのなんかこうあんまり焦りがないというね、のんびりしてますんで、ね、そういうところから、まあ、この大門さんという素晴らしい名曲が生まれまして、もう全国的に皆さん有名ですけど、なんかこうガツガツしてないと言いますかね。三味線今までほとんど聞いたことなかったんですけど、いや、なんかすごいいろんなことができるんだなと。今日もそなたの夢がご一緒にいきますよ。あなたも私も、はい、ええじゃないか、ええじゃないか、日本全国、ええじゃないか、ええじゃないか、そば屋も寿司屋、ええじゃないか、ええじゃないか、水戸の皆さんはええじゃないか、ええじゃないか、国本とかがあるわ、ええじゃないか。いや、面白かったですね。はい、状態でお楽しみいただけたと思います。どうでしたか？ぜひ水戸芸術館に本番七夕の日でございます。皆様、お誘いは老若男女を楽しめていただくステージです。そう、日頃のストレスもパッと飛んじゃうようなステージですので、ぜひお見逃しなく。どうもありがとうございました。7月7日、日曜日です。水戸芸術館、15時からの開演になりますので、また劇場でお目にかかります。どうも今日はありがとうございました。以上、いばきらレポートでした。海だぜ、気持ちいいだろう。東海海岸ルート。メロン。とっておきの田舎道、極上の温泉と激うまグルメが盛りだくさん。あ、おいしい。茨城県の旬をバイクで駆け巡る茨城ロード大洗海とメロンの極上ルート。さて続いては茨城放送とのコラボレーション企画、ドクター太田のワンポイントリハビリテーションをお送りします。 VTR どうぞ。ドクター太田のワンポイントリハビリテーション第689回。寝たきりになってしまう背景には、普段生活している環境や介護用品の便利さなども影響していることがあると聞いたことがあります。あ、よく勉強しましたね。いろいろあるんですよ、これはね。これね、在宅でね、生活する上、あるいは介護をする上、はい、考えなくちゃいけないことっていうのはね、まあ、私たちの世界でこういうふうに言ってる、ね、1S ですね。 S は S、 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 はい、ローマ字の S、 1S、 5M、 5M、 1S、 5M、 で S はね、 1S の S は何かちょっとスペースですよ、まず。うーん、スペースがないと在宅療養ではね、もうベッドで寝てるしかないってことあるんです。トイレ行くのに歩いていけないから、車椅子ちょっと使おうって言ったら車椅子が通れない狭い家だったりしたらいけない。ベッドだってちゃんとこういう向きを考えておいてあげるなんていうと、はい、ある広さがいるんです、うん、だからそういうスペースはある程度必要だ。それから5つの M って言ったらね、どういうことがあるかっていうと、マンパワーがいるとか、はい、それからお金がいる、マネーですね、マンパワー、はい、マネーとかね、それからね、
マネージメントがいるんですね。たくさんマネージメントしなくちゃいけないことありますかね。ケアマネさんも来たりしますから。それからね、マシンって言われるんですよ。道具、そしてマインド、決意みたいなものがないとやっていけない。でその中をずっと見てみると、最初の S も少し関係してきますけれども、マシンっていうのは何かって、これはね、介護機器類なんですよ。道具で、これが整ってないと家での生活がうまくいかないってことはあるの。また外にも出られないってことはあるんですね、はい、で介護用品の中でね、一番言われるのはね、日常的に大事なのは何かというと、例えばね、食事する麻痺のした人が片手で食事をするなんてことになるとね、スプーンで、ライスカレー食べようとしても、こ う, うまくもう一人じゃ、そうすると向こう物に行っちゃって救えないってことあるでしょ、はい、そうすると救いやすくこうした器を作るとかね、そういう工夫をしたりだとかね、それからお風呂に入るんだったら、お風呂に手すりがちょっとこうつくだとかね、そういうことしてあげるだとか、まあトイレの手すりもそれからトイレもトイレまで行けないっていうんであれば、ポータブルトイレまで、こう変なポータブルトイレじゃなくて和室にでも置けるようなかっこいい、まあトイレだからね、かっこいいっても限度はあるけれども、それでもそういうこうちょっとアンティーク風に作ったりだとかね、そんなものを作ったりだとか、もっともっと大きく考えてあげると、外へ行くのに段差を解消したい、家の中の段差だけじゃなくて家と外との段差をどうやって解消するかと考えてあげることいっぱいあるんですよ。でそういうのができるとね、家の中で日常の生活でも便利に少し過ごせるようになるし、はい、それから外へ行こうという時に車椅子で出る時にね、段差がなければスムーズに降りていけるでしょう、うん、それから自動車で行ってあげようって、まあ金がかりではあるけど、自動車そのものが車椅子で横脇からさっと乗れるような自動車とかあれば、それ乗ってずっと行けますよね。そういうようなもの全部ひっくるめてね、うん、まあ介護用品っていう用品ではないかもしれないけれども、環境をね整えてあげるっていう、そういうことが大事ですよね。おっしゃる通りですよ。それは続いてのコーナーはいばきら愛のコーナーです。本日のゲストは S キューブエンターテインメントの細内龍馬さんにお越しいただきました。よろしくお願いします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 。細内さんは現在茨城出身で俳優をされていまして、現在も今土浦にお住まいということで。はい、そうです、はい、でこちらの株式会社 S キューブエンターテインメントに所属されている俳優さんということで。はいはい。このS キューブエンターテインメント所属されている会社ってどのような会社なんですか？はい、ですね、はい、まあ、プロダクションでもあるんですけど、はい、まあ、映画ですとかドラマ、あとはその他イベントなどの企画とか制作なども行っている会社なんです。はい、俳優さんをこうマネージメントもして、育成マネージメントもしまして、はいはい、制作もされている。そうですね、はい、これは茨城とは何か関係ある会社とかなんですか？まあ、僕も茨城出身ですけども、はい、うちの社長が茨城出身で、はい、そうなんです。なのでちょっと地元茨城でもこう精力的に活動をちょっとしています。こう制作も今されているということだったんですけども、はい、その茨城県での撮影とかっていうのも行ってたりするんですか？それがあります、あります、はい、ですね、カレンというカレン、漢字で書くと 花にレンコンのレン、まあ、草冠に連なる、はいはい、ハス、ハスですね、ですね、はい、でカレンという映画を茨城県を中心に撮影した作品があるんですよ。はい、もうそれはもう県内でのみの撮影と。そうです、まあ、メインが土浦市を中心として作りました。はい、でそれがですね、メインキャストとして、はい、三浦友和さんと山口百恵さんの2番目の息子さんでいらっしゃる、はい、三浦弘和さん、高弘さん、あ、ごめんなさいですよね、俳優の三浦高弘さんですね、はい、失礼しました、はい、と
あと茨城の鹿島出身で、はい、あの歌手であり女優である、はい、あの北木真由さん、北木真由さん、はい、それとあとうちのプロダクションに所属している女優の浦井奈緒、こちらもあの茨城出身で、あじゃあメインキャストの3人のうちの2人はもう茨城出身の方と、はい、そうなんです。で舞台も茨城、舞台も茨城でもう、はい、あとはもう名産のレンコンということで、はい、もう地元色の強い作品になってます。あこれなんか映像とかってどこかで見られたりはするんですか？今 YouTube だの予告編が見れると思うので、はい、皆さんチェックしてみてください。いいですね。こちらの監督さんも、はい、あの後藤俊弘監督という、はい監督さんにお願いしたんですけども、はい、この後藤監督もあの地元に対する要は地元とか地方を活性化していこうっていう、思いのある方で、はいまあ、うちの社長と同じ思いでこの作品を作っていただいたということで、お互いのこう気持ちの通じるところが地元愛で生まれた作品ということですね。これは公開の情報とかはホームページとかご覧いただいたら、ま、そうですね、まあ、近日公開予定ですので、はい、皆さんその際はぜひチェックしてみてください、はい、ぜひぜひ。はい、その他、まあ、今制作、まあ、県内で主に活動されているってことなんですけども、はい、制作以外にもどのような活動を他にはされたりするんですか？そうですね、あの企画段階ですと、はいまあ、中学生を対象にした映像ワークショップとか、はいまあ、その他イベントなどいろいろあるんですけど、はい、今現在こう実行していることとしましては、はい、あの県内の高校の演劇部を対象にした無償のアクションワークショップというものをアクションワークショップ、はい、行ってるんですよ。無償で、はい、これ高校を対象に、高校の演劇部を対象に。そうですね。これはいつ頃から始められているもので、これはもうきっかけとかは、あこれはきっかけはですね、はい、あのうちのまあ社長も先ほど申し上げた通り、はい、地元に対する思いがあるので、ねまあ、そういった意味で、まあ、僕もちょっとあの地元の高校生たちの演技のスキルアップに貢献できないかなと思いまして、はい、これは、はい、アクションのワークショップですよね。はい、ちょっと僕もあの役者としての経験が少なからずありまして、はい、ただ今までこのアクションをやったことがないんですよ。あそうですか。はい、こうなんか一歩踏み出せない。確かにその演劇されてる方たちも、はい、アクションとか殺陣を専門というか結構得意でやってらっしゃる方以外は結構こう敷居が高いというか、はい、そういうイメージが多分皆さんあるんじゃないかなと思うんですけど、実はこれあの僕が講師をやってるんですよ。お細内さん自身が、はい、ちょっとねこう言っちゃ失礼かもしれないですけどちょっとね華奢な感じがね、まあ、まあそうですね、ちょっと言われる時もあります、はい、しますけれども、細内さん自身が講師をされる、はい、役者兼講師。そうですね、僕あのアクションが好きで、はい、あの小さい頃に見たあのジャッキーチェンの映画水拳、あ、水拳、あれがきっかけで僕憧れて、はい、そこからちょっとアクションに興味を持ちまして、はい、なのでもう学生時代はもう武術系が結構全部好きで、剣道をやってみたりとか、はい、少林寺拳法をやってみたりとか、あと役者始めてからあの空手とか合気道とか、はい、あと殺陣も僕勉強してるので、剣術とか棒術とか、はいはいはい、その他もろもろを。やっぱりそうですよね、時代劇とか、はい、結構ドラマとか映画になると殺陣は必要になりますよね。そうですね、もう何でもできるんですね。何でもやりますやりますいやでもすごいですね、僕と真逆ですね。真逆ですか。僕はあの運動、この番組内でも僕は言ったんですけど、運動が苦手でして、はい、あらあら体も硬いんですよね。いやそれもすごいと思います。あ、ありがとうございます。役者としてやっぱ動けないと、はい、どんな役でもこなせられませんからね。まあでも基本からやっていけば誰でもこうアクションはできるようになると思います。じゃあ僕も今日からちょっと思い立ったが吉日でやりましょうか。やりましょうかやりますかやります、やります。じゃあえどうぞ今。あ、そういうことじゃないんですか。何をやるんですか。ちょっとじゃあ実演をしましょう。おプチワークショップを、プチワークショップを実演で見せていただけると。はい、こちらにどうぞあらじゃあ、アクションに必要な技術、はい、一つ例に挙げて簡単なものをやります。はい、アクションってこう殴ったり、まあ、しますよ、ドラマとか映画見てると。はい、で本当に殴っちゃうと痛いじゃないですか。そうですね、喧嘩のシーンとかでもよく見ると、はい、本当に殴られてるように見えますよね。それを殴ってないだけで殴ってるように見せるっていう簡単な基本の技術を一つ今から実演します。はい、今まあこれカメラのアングル的に横位置で撮ってますね。はい、ここで、まあ、例えば僕が攻撃をするときに、はい、バンとこうやっても今全然当たってないの分かりますよね。そうですね、距離がだいぶありましたので、これ同じ距離のままちょっとアングルを変えます。このくらいですかね。
はい、カメラのアングルを縦位置に今横位置から縦位置に変えることによって、はい、ってやった時にかぶせて当たってるように見える。これがまあかぶせという基本的な技術の一つ。当たってるように見えましたか？見ましたでしょうか？見えました。見えました。あ、ありがとうございます。いや、僕自身が確認できないっていうのがね、お互いにそうですね。ちょっと見たいですけど、あ、でも、はい、すごいですね。距離は変わってないけれども、アングルを変えることによって、はい、当たってるように距離をごまかすというかトリックがここにあるんですよ。ありがとうございます。やってみますか？あ、僕が、はい、僕やられます。わかりました。じゃあもうこの、最初からこの位置で。こっちからですよね。そうですね。どうでしょうか、皆さん。素晴らしいです。ちょっとブルースリー的な感じでね。ちょ、足型でね、残念ながら今までね、ちょっと痛めてしまいましたので、ちょっと戻りましょうか。戻りましょうか。もうやはりこう、なんですか、基本の身体操作、こう、こういう動きを、基本を。あ、素晴らしいです。見込みありますね。はい、座りましょうか。すま、ありがとうございます。ありがとうございます。でもやっぱり、やっぱ基本の体が、そうですね、できてないと綺麗に動けないですね。まずはそこからですね。やっぱり、はい、こう重心の使い方であったりとか、はい、ボディコントロールというか、はい、やっぱりそこが一番アクションは基本になってきますね。今のような実演も交えて実際にはワークショップは行われるんですか？そうです、そうです。あとはもうある程度その高校の演劇部の生徒さんたちの要望に応えつつ、こういうのが例えば次のお芝居で、はい、例えばお侍の戦いやりたいんですけどって言われたら、はい、それに対応した内容をやってみたりとか。じゃあ実際その場でもそのものを使って縦のアクションであったり、はい、もう道具さえ用意しておいていただければ。はあ、剣道もやられてたということで。そうですね、剣道も剣術もやってますんで。剣道と剣術が違うんですか？違いますね。おっと、これは話したら長くなりますね、はい、じゃあそれは実際に、そうですね、呼んでいただいてワークショップをした時にですね、そうですね、聞いていただいた方がいい。もう先日も早速土浦一高の、はい、演劇部において、はい、ワークショップを行いまして、はい、まあ、高校生の皆さんすごい飲み込みが良くて、やっぱりこう何でも吸収しやすい時期ですからね。若さですね。いやいや、もうほどさんも全然若いじゃないですか。もうやっぱり彼たちには、いやー、やっぱりでもすごい、すごい喜んでいただいて、はい、もうまた来てくださいっていうふうに言ってて、すごい嬉しかったですね。あ、いいですね、はい、なかなかやっぱりその普通の体育とかの授業ではやらない、ね、まあ、まずやらないですね。今またダンスとかがね始まる、はいはい、武術も義務教育とかでやってますけども、はい、やってますからね。なかなか、あ、そうですね、僕は柔道でしたね。あ、なるほど、はい、やったのはちょっと僕のアクションも義務教育化しないですかね。茨城県からまずまず先駆けとして。そうですね。いや、でも本当今ちょっと動いただけで汗かいてますもん。日頃の運動不足が、ね、そうですね、はい、いや、でもこれは、今後の予定とかは今のところ次はどこの高校でやるとかは決まってはいない。そうですね。だから今ご覧になってる方で、はい、もしその興味があってぜひうちに来てくれっていうところであれば、はい、そうですね、こちらは、こちらは違うレッスンのお話ですね。そうですね。あ、そうです。こちらの宛先にまで、はい、連絡いただける、お問い合わせいただければ、はい、僕が行きます。はい、こちら、こちらこれやりたかったです、僕。こちらです、こちらです。はい、ここに座らなきゃできないことですけど、はい、ありがとうございます、はい、SAS S キューブアクターズスクールの略ということですね。はい、はい、こちらに、で今映ってるこちらが、はい、今言っていたそのアクションワークショップとは別で、はいはい、こちら定期的に活動してるやつなんですけど。あ、そうなんですか。あ、はい、先ほどの画像ですね。ええ、はい、こちらが先ほど映ってた SAS、はい、S キューブアクターズスクールの略なんですけど、はい、これ東京と茨城の2拠点でやってまして、はい、あ、こちらですね、はい、これです。第1期生、ま、今メンバー募集中で始まったばかりということで、ね、今年の4月に始まって。おー、そうなんですか。で、まあ、はい、アクターズレッスンということで映像演技、はい、第一線で活躍している監督さんとかプロデューサーさんをお呼びして、はい、その指導を受けられると。プロの方からってこと、はい、現役の方ですよね。そうです、そうです。おー、それはいいですね。なかなかプロの、はい、本当現場にいる方とは接することがまずできないですよね。あとはもうアクションレッスンの方は私が、はい、先ほどのような、より本格的なアクションのレッスンをやっております。で、毎週金曜日に土浦市で18時から活動してまして、はい、
東京でも行われてるんですね。はい、東京でも。東京は、日曜日ですね。はい、日曜日13時からです。13時から17時。はい。で、土浦では毎週金曜日の18時から21時。はい。こちらはプロとか関係なくて、もうプロからアマまで、はい、もう本当にお芝居に興味がある方が参加できるっていうことで、はい、誰でも興味を持てばということで、でこちら下に今書いてましたお問い合わせの方に連絡していただければと、ね、そうですね、ぜひ興味のある方は、はい、お問い合わせください。もううちで何か今後企画するときなどに、はい、メンバーでこう例えば作品出てもらうとかっていうこともあるかも分かんないですし、いろいろこうチャンスにつながると思うので、そうですね、やっぱりその現場今の本当現役でやられてる方の目にかかれば、そうですね、もしかすると銀幕デビューと、はい、もう笑ってますけど、もうはい、プロの方も今、はい、メンバーでいて、はい、あと他に一般の方とか中学生も今参加してて、はい、すごいみんな精力的にやっていて、すごいこうなんだろうな、はい、みんなすごい夢中でやってますね。やっぱり楽しいんでしょうね。演技って好きな人は本当好きですよね、芝居っていうのは。もうあともう講師の方がすごい本格的に奥底のことを教えてくれるので、はい、すごくこうためになるですね。ためになる、人生としても何かプラスになることができるということですね、はい、演技だけではなくて、はい、でまあ、今ご紹介いただいた高校生の演劇部対象の 無料のワークショップと、あと SAS は同じ連絡先でよろしかったですか。はい、同じでも大丈夫です。はい、もう一度出ますかね、こちらですね、はい、電話か、あとホームページもあります、 E メールでも受け付けておりますので、興味ある方はですね、はい、はい、ぜひぜひこちらにこちらにご連絡ください。お願いします。はい、さあもうお時間が、あ、もうですか、もう来てしまうんですけども、残念ですね。最後にですね、はい、上のカメラでですね、あ、こちらで、はい、はい、一言視聴者の皆様に、はい、はい、一言お願いいたします。はい、細内龍馬、お芝居とアクションと両面から芸能活動を頑張りますので、今日は皆さん僕の名前をぜひ覚えてください。あと、ワークショップと SS の方もよろしくお願いします。はい、てな感じで、はい、もう見てくれた方は連絡来ると思います。待ってます。さっきの実演もありましたのでね、はい、ぜひぜひ、はい、どんどんね、はい、ご連絡ください。ご連絡ください、はい、さあということで本日はですね、株式会社 S キューブエンターテインメントの堀内、細内、失礼しました、細内龍馬さんにお越しいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました以上、いばきら愛のコーナーでした。緑一色の電車でマウンテンですね。たくさんいかがね、今これすごいでしょ。いただきます。ちょっとこの中のおすすめのダンスなんか紹介していただきたいんですけども、露天風呂でございます。そして目の前には、いや、まさに息を飲むような地平線、海が広がっています。いや、こうやって見ると暖かい黒潮と冷たい親潮がぶつかり合うところを潮目の海と言います。そこは多くの生き物たちが出会う太平洋の出会いの海と呼ばれています。そんな豊かな海に面した場所にアクアワールド大洗があります。敷地内から直接アクセスできる砂浜では、そこに生息する生き物や水鳥などを観察することもできる、全国でも数少ない優れた立地の水族館です。お知らせです。7月20日土曜日、日立海浜公園で茨城フェスティバルが開催されます。このイベントは音楽、グルメ、花火が一体となった魅力的なイベントです。まずティーンズロックアジアでは、日中韓から選ばれた青少年バンドが会場を盛り上げてくれます。ステ
3時後半には中川翔子やジェネレーションズなどテレビで活躍するプロアーティストが登場し、ステージを豪華に彩ります。居場食グルメ祭りでは本県産のグルメ屋台や各国の創作たこ焼きブースが出展します。そしてイベントの締めくくりは日本一の花火師である野村花火を迎え、花火と音楽のコラボレーションが行われ、普段と一味違った花火を楽しめます。入場料はティーンズロックアジアと居場食グルメ祭りは無料です。プロアーティストと花火のステージは有料チケットが必要で、コンビニ、ローソンの端末から購入できます。チケットの購入やイベント内容に関するお問い合わせはフェスティバル事務局、テーマ番号 029-272-6910 までご連絡ください。以上、茨城県からのお知らせでした。続きまして番組からのお知らせです。すっぽん大学の2人が出演していますすっぽんの卵と茨城三国志の映像をご覧ください。どうぞ。すっとすっぽんの卵メイドの土産、ヘイジジトラマンだ。ジジトラマン、気をつけてやるわ。もう手突っ込んでこうやって。どうせよ。ずっとな壁画の中から、ジャン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 袋田の滝袋田の滝表現するもの自体はね、ちょっと人によってはすごいこうストレスを感じるかも。ずっとな毎週水曜日夜9時からオンエアとなります。はい、バキラナイトすっぽんの卵でした。すっともすっぽん大学の体当たりバラエティ番組茨城三国志。ここら辺だと思うんですけどもね。はい、すいません、今日は湿度も高めでちょっと蜂の機嫌が悪いんで。はい、はい、イバキラ TV ステーションイバキラ愛のコーナーには水プランの根本智子さんが登場します。お楽しみに。さあ、本日も県庁4階よりお送りしてまいりましたイバキラ TV ステーション、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、はい、須藤さん、アクション演技にチャレンジしていましたね。はい、初アクション。はい、ちょっとあの、はい、桃の付け根が痛いです。ピクピクしてる感じですか。ちょっとね、違和感が。明後日とかし明後日ぐらいに筋肉痛になっちゃったりするんじゃないですか。それもう完全にお年寄りな感じじゃないですか。まだ若いですよ。ね、体の変化どうなるかちょっとね気をつけていただきたいと思います。はい、はい、そしてお天気改めてお伝えしておきます。はい、今日は北部南部ともに曇りで、昼過ぎから夕方は晴れの予報です。降水確率は北部南部ともに 10%、 日中の気温この後水戸では26度、土浦では27度まで上がる見込みとなっています。はい、暑くなりそうですね。水分補給ですね。そうですね、こまめにしなければいけません。はい、さて県庁4階にありますスタジオからお送りしてまいりましたイバキラ TV ステーション、この後夕方の配信は午後4時55分からです。お楽しみに。その他イバキラ TV ではバラエティ豊かなオンデマンド番組も配信中です。ぜひご覧ください。それではこの後も笑顔あふれるキラキラな午後。では私たち花風月です。茨城最高だっぺよ、だっぺよ、茨城キラキラキラ頑張って茨城、茨城キラ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 。水戸青年会議所の東笠勝之です。茨城のちびっこのみんな、いい天気になってきたね。外へ出て遊ぼうよ。イバキラキラキラー。